韓国ソウルの警察官とライオットシールド。ライオットシールドは、警察や軍隊、準軍事組織の一部に配備されている軽量の盾である。現在の日本のように、民間警備会社の警備員が装備している場合もある。ほとんどの場合は透明のポリカーボネート製で、一部の、ものは覗き穴を開けた軽量の金属製のものもある。ライオットシールドは、 標準的な男性の頭から膝の範囲を十分超えるほどの長さに設計されている。一部のライオットシールドは拳銃や散弾銃のような貫通力が低い弾丸を防げるように設計されているが必ずしも全てがそのようになっているわけではない。これらは主に機動隊が使用しており硫酸弾や投擲物、危険物から身を守る。ライオットシールドは 多くの国々の企業によって警察に提供され、標準装備となっている。多くのライオットシールドは高度の透明度と、対衝撃性を兼ね揃えており、飛んできた物体を縦越しに見ることができる。よって、使用者は、飛んできた物体に素早く反応して受け流すことが、できる。アメリカ海兵隊と共同訓練を行う、自衛官とっての配置がよくわかる特型警備車より、 校舎展開し、防弾立てを構えて前進する、銃器対策部隊。現在の日本の警備員の貴重品輸送警備における、警戒図へとポリカーボネート製の盾及び防護ベストの、使用例ライオットシールドの形状には、様々なバリエーションがある。例としては、一方の取っ手にも様々なものがある。これらのバリエーションは、片手に、銃や警棒を持てるようになっている。 ライオットシールドは、飛翔物や鈍器、刃物を防ぐように作られているが、火器は必ずしもそうではない。ボディーブンカーとベーカーバッドシールドは、防弾シールドの代名詞としてよく知られている。とても軽い、ベーカーバッドシールドは、現場に駆けつける警察官の間では、拳銃や散弾銃、自動拳銃の脅威に対抗できるポピュラーな装備でも、ある。 一方の防弾シールド、ボディ、ブンカーは、くすんでおり、小さく投下度の高い走行転子鋼と、通常、表面中央部に、強力な照明を装備している。ブンカーシールドは、通常の機動隊には使用されないが、しばしばスワット部隊で用いられる。それらは重たくかさばるため、時間のかかる手順を要する、作戦中、隊員が撃たれる。 危険性の高い場所で使用されるよう設計されている。人質事件や立てこもりなど、突入を要する事態の場合、警察特殊部隊は素早く確実に部屋を制圧しようと試みる。例えば、一人が波状槌を用いて、ドアを開ける。そして、最初の隊員が盾を持って突入し、同時に突入口であるドアを防護する。残りの隊員は、盾の隊員の後ろにつき、 部屋を制圧する。機動隊の戦術は一般の警察や軍隊と大きく異なる。主にライオットシールドの役目は使用者を飛翔物や発射物から守るのと他の使用者と隣り合うことでボートやデモ参加者などに物理的な壁を作ることにある。しかし極端な事態ではボートやデモ参加者を押すのに使用される。さらにデモがボート化して鉄パイプ、 火炎瓶などを使った乱闘になった場合は、縦の角や縁での打撃や体当たりなど、攻撃に使う場合もある。高度の対衝撃性を備えたライオットシールドは、しばしば RLCB 製作機を用いて作られる。この装置は、繊維から多くの層を効率的に織り出すポリマー食器である。これは、非常に貫通されにくい層を作り出し、 ほとんどすべての消火器の射撃に交換する。RLCBL13 は、ほぼあらゆる種類のポリマーを用いてどんな形でも作成でき、RLCB30 の最新型は、軽飛行機部品を製造するためにしばしば用いられる。1990年代後半頃から、素材にポリカーボネートを使う透明なライオットシールドが増えた。これは、 ポリカーボネートが衝撃を受け流しやすい性質を利用したもので、それまでの主流だったジュラルミン製に比べて防護性も高く軽量のためこれが主流になりつつある。ありがとうございます。